岐阜県政ホットラインスタート。無形文化遺産に登録されている古踊りの一つ、郡上踊りです。みんなで踊ると楽しいですね。踊りでつながるギフト世界をテーマに、この日岐阜駅前の信長夢広場で行われていたのは、清流の国岐阜文化祭2024の国際交流プログラムの一つ、海外国内大交流プログラムです。岐阜の郡上踊り、鹿の水の掛け踊りをはじめ、国内からは新潟、秋田、京都の風流踊りの団体が参加したほか、岐阜県とのゆかりが深いリトアニア、インドネシアなどの伝統あるダンスや音楽なども披露され、会場は多くの人で盛り上がりました。国や言葉の違いを超えた踊りや音楽による交流以外にも、ご覧ください、岐阜と世界のグルメが大集合。まさに踊って見て食べてと多彩な文化を体験できるプログラムなんです。私とミナモはインドネシアの伝統的な楽器アンクルンの演奏を体験してみました。せーの、見たって感じ、何かが分かんなかったんですけど、もう触ると楽しくって、でバラしたら一人ずつもできるので、本当にこのイベントがすごい楽しそうだな、いいなと思いました。日本の国からじゃなくてだけでも、リトアニアとかね、インドネシアだから一緒にやるのはすごい、とても嬉しかったです。郡上踊りは本当に身振り手振りでそのテンポに合わせて踊りに入ってもらえば必ず全部踊れますので、ぜひ皆さんに踊っていただきたいと思います。まさに世界に開かれた清流文化の大交流、清流の国岐阜文化祭2024を起点に、世界と岐阜のつながりの輪がますます広がっていくことに期待が高まりますね。